私の名前は村田恵美。マサオ、晩ご飯できたから置いとくね。今とても悩んでいる。私を苛んでいる悩みの原因は、長年部屋に引きこもったまま出てこない息子だ。あいつはまだこもったままか。ええ、会社の重役で仕事人間の夫。息子のことは私に任せっきりで動こうとしない。今思えば、マサオがおかしくなる兆候はあの子の受験期から現れていた。マサオ、どうだった？ごめん、母さん、ダメだった。最初のきっかけは大学受験に失敗して浪人生活になったことだった。受験生なので勉強漬けになるのは仕方がないけれど、ねえ、予備校はどう？友達はできた？予備校は勉強するところだよ。友達なんて邪魔。マサオは予備校などで親しい人間が一人もできなかった。そのことに関して私は心のどこかで不安を覚えていたけれど、合格おめでとう、マサオ。ありがとう、母さん。心配かけてごめんね。大学生活を送れば改善されると信じていた。けれどマサオは大学に入っても生活を変えようとしなかった。マサオはサークルには入らないの？俺は勉強するために大学に入ったんだ。友達なんて邪魔だよ。そしてバイトもしない。ただ大学と家を往復する日々。2年が経ってもあの子は友人もなく、大学と家を往復するだけ。うちの大学の生徒は遊んでばっかり、バカしかいない。マサオ、そんなことを言ってはダメよ。嫌な予感はしていた。そしてその予感は4年生になって的中する。優秀な成績で大学を卒業したにもかかわらず、あの子は就職活動に失敗してしまったのだ。僕はサークルもアルバイトも何もしてなかった。だからダメなのか。マサオ、2度目の挫折に息子はひどく落ち込んでいたが、それでも最初のうちは就職活動を続けていた。けれど卒業から1年ほど経ったある日、あの子の限界は訪れた。僕はダメだ。もうこの社会じゃ生きていけないんだ。マサオ、企業の面接から帰ってくるなり、そう叫んだ息子はそのまま自分の部屋にこもってしまったのだ。それからあの子は外に出なくなった。マサオ、ドアを開けてくれない？一度でいいから一緒に買い物にでも行きましょう。食事を運ぶたびに何度も呼びかけるものの、あの子からは返答すらなかった。ねえ、あなたからも声をかけてあげてください。仕方ないな。うちに引きこもりがいるとあっては世間体が悪い。あの子のことよりメンツを気にする夫に不満はあったが、これで状況が動くならと我慢した。そんな夫が私のように話し合う姿勢を持つわけがなく。何をバカなことやってる。とっとと出てきて働き口を探せんか。あの人は高圧的な態度で叱りながらドアをこじ開けようとしたのだ。しかしそれは完全に握手だった。うるさい。お前の言う通り勉強したのに全然うまくいかないじゃないか。死ね死ね、嘘つけ、死ね。棒を片手に憤怒の表情で現れたマサオに、夫はあっけなく倒されてしまったのだ。幸い夫の怪我は大したことはなかった。無理に出すのは良くないな。マサオの意思も尊重しよう。そうですね。けれど彼はこの一件で息子にひどく怯えるようになってしまった。こうなっては私たちに打つ手はなかった。打つかもしれないと精神科を勧めたものの、僕の頭がおかしいっていうのか。ふざけるな。ドア越しでも激高しているのが分かったので諦めざるを得なかった。夫の定年間近なこの年で扶養家族を抱えたことは私たちの財政を明らかに圧迫している。今月も赤字か。あの人の退職金が出たとしてどれだけ持つだろう。このままでは老後を穏やかに過ごすという私たちの人生設計も大きく狂うことだろう。この時初めて私はあれだけ可愛がっていた息子を憎い存在と感じていることに気がついた。どれほど気遣っても感謝の言葉はなく、私たちの資産をただ食い潰すだけなのだから。そうした中、私は行政が運営する更生施設へ連絡した。わかりました。まずはお母様方だけでもこちらへいらしてください。よろしくお願いします。藁へもすがる思いだったが、責任者はまともな人のようで安心した。行われた面談で私は心の内を吐き出した。しかし私を待っていたのは、失礼ながら申し上げますが、ご両親ともに息子さんと向き合っていないのではないですか。考えもしなかった辛辣な言葉だった。所長のぶしつけな物言いにはさすがの私も頭にきた。私はちゃんと食事も作ってますし、出てくるように毎日説得しました。憤りのままに言葉を吐いた私だったが、次の所長の言葉で冷水を浴びせられることになった。なぜ息子さんを部屋から出すことにこだわるのです？それは引きこもっていても何も始まらないから。ドア越しでも会話はできます。なんなら携帯電話を使ってもいいでしょう。いいですか。彼らは社会に傷つけられ恐れてるからこそ安全な我が家に逃げてきたのです。だがそんな軟弱なことでは世の中を生きては好景気だった我々の若い時と一緒にしてはいけない。今の若者を取り巻く環境はもっと過酷なのです。引きこもった人の多くは今まで積み上げたものが社会で通用せずに自信をなくしたケースが多い。そう言われると確かに。普通のことができない自分に絶望しているのは引きこもっている本人なのですよ。あの面接の後、家に帰った私はドア越しにマサオへ話しかけるようになった。マサオ、あなたはダメな子じゃないわ。ただ巡り合わせが悪かっただけなのよ。所長の言葉が正しければ、あの子を肯定してあげられるのは親である私たちしかいない。
こうして根気よく声をかけ続けていると一月ほどで変化が訪れた。働かないといけないのは分かってるんだ。でもうまく喋れないし他人が怖い。焦らなくていいわ。在宅の仕事もあるしゆっくり考えましょう。マサオがこちらに思っていることを打ち明けるようになったのだ。ドアに語りかけるを始めてから1年、今では息子も立ち直り在宅の仕事も手に入れた。マサオ、買い物に行くから荷物持ちお願い。分かったよ、ちょっと待って。あの時自分の行いを顧みて本当に良かった。諭してくれた所長には感謝している。